皆さんおはようございます。今日はね、いきなり体重測定をしていきなり走り始めてます。まあ、というのもね、最近めちゃめちゃ食べ過ぎなんで、昨日なんて全く走ってないのに夜ご飯の後めちゃめちゃ食べ物を食っちゃいましたからね。ジャンクフードを食べてしまいました。いろいろ食べましたね。オレオとか、オレオ食いました。オレオって一袋で427キロカロリーありますからね。そんなこんなでね、食べ過ぎちゃったんで、今日は起きて麦茶しか飲んでません。それで走り始めてます。たまには絞るのもいいんじゃないかなと思って。で、今日奇跡的に晴れてるんですよね。めっちゃ雨の予報だったのに。なんでね、めちゃめちゃ体も調子いいですね。昨日走らなかったんで。ただね、まあ見ての通り空がね、こんな色なんですよ。そして喋ってる間に小雨が降ってきました。さて、どうなることやら。激しく降らないといいけど。はい、時速8キロ地点超えたところですね。草トラップをかきかけてますね。さてね、今日はね、やはり昨日休んだせいもあってかなり調子がいいです。なんでね、できれば今日50キロぐらい走りたいかなって感じですね。とこれできれば草買っていただけるとありがたいんですが、まあしょうがない。こんなとこ通るの日本全国で俺ぐらいですからね。でね、まあ50キロぐらい走りたいんですけど、今日食べ物は何も摂取してないんですが、飲み物はね、取っていきたいと思います。はい。人間はカロリーを失ってもまあ大丈夫なんですけど、水分を失っては活動ができなくなります。結構ね、危険な状態にもなってしまうと思うんで、水分補給は欠かしちゃダメですね。さて、昨日結構降ったからな、濁流ですね。川には近づかない方がいい。はい、16キロの地点超えました。最近はね、もう慢性的な疲れと、あと雨降ってたりしてたんでね、もう16キロを走るのがね、辛かったんですよ。まあそこから折り返して32キロ走るわけですけど、今日はね、久しぶりに楽に走れました。昨日休んでますからね。こいつらちょっといただこうと思います。総位上位が133キロカロリーと、この飲み物塩とみかんが88キロカロリー合わせていくつでしょう。133+88は、221キロカロリーですね。まあ私はね、何時間も長い間走ってて何考えてんのってよく言われますけど、こんな風にね、なんか頭の中で計算したり、今度何しよっかなとか未来のこと考えたりしますね。やっぱね、忙しい日々の中でね、考える時間もないとね、なんか面白いこととか思いつかないんですよ。なんでそんなことを考えてます。で、今日はね、考えたのは雨のことですね。小雨がね、ずっと降り続いてるんで、そのことを考えてました。それをどう捉えるかですね。皆さんだったらどうでしょうか。今日50キロぐらい走りたいなと考えているとします。そしてね、16キロ走った時点で結構ね、雨が降ってます。どう感じます？雨だ、嫌だなとか、冷たいなとか、そういう風に感じるのがね、普通だと思いますね。まあ最初そう感じるのは仕方ないと思うんですよ。でも私はね、すぐ切り替えて、雨が降ってるから逆に気温が暑くなりすぎなくてよかったなと思います。もしね、今日カンカン照りだったら、私は今日ね、あまり食事もとってないんでね、熱中症になって GoTo ヘブンしてたかもしれません。今日健康に走れてるのは今日小雨が降ってるせいかもしれない。なんでね、センキュー小雨って感じですね。まあなんか悪いこと起きるんですよ、走ってれば。もう本当ね、人生みたいな感じです。ランニングは人生です。悪いことばっか起きます。うまくいくことの方が少ないです。その時にどう捉えるかですね。私はね、基本的にポジティブに物事を捉えていきたい。物事をポジティブに捉えるコツは、目線を高く持つことですね。やはりね、何か悪いこととか起きた時は自分と同じところに目線がとどまっちゃって、でずっとね、その悪い事象に視線がとらわれてしまうんですよ。なんで一旦落ち着いて
俯瞰で自分を見つめてみましょう。まるでね、他人のストーリーを見るように自分を捉えればいいんです。ずっとお空からね、自分を見下ろしてみて、例えば今日の私の場合だったら、ある男が今日50キロのランニングをしようとしている、16キロ走ったところで雨に見舞われた、でその先のストーリーは自分で決めていいんですよ。自分で選べばいい。雨が辛いから引き返してもいい。そしたら今日は32キロのランニングおしまい。でも俺はそんなストーリーはつまらないから嫌なんですよね。男は50キロ雨が降る中走り切って頑張りました。その辛い経験はね、未来彼の力となりました。そして彼はやがてその自らの足で日本縦断に成功したのです。そんなストーリーがいいからね、私はそっちを選びますね。みんな忙しい日々の中で忘れちゃってるんですよ。人生がね、自分で選択肢選び放題のストーリーだってことをね。皆さんが自分のストーリーちゃんと選んでますか？いや、久しぶりにここまで走ってきたな。ここで28キロです。ちげ、26キロです。ここで折り返したいと思います。今日はこれでちゃんと走り切れたら52キロですね。久しぶりにこんな走るな。はい、まろやかバナナ&ミルク、いただきます。320キロカロリー。食べる？違う。飲む食べ物です、これは。さあ、行きますよ。まあね、帰りは無理せず走ろうと思います。足が痛くなっちゃうんでね、早く走ろうと思うと、ゆっくり。上り坂なんかはね、スピードをじっくり落として安全に走ろうと思います。命大事に。はい、走ってきました。もう残り 2,3 キロなんでね、もう50キロ近く走ってきましたね。まあよく頑張ったよってことで、まあ今日意識高い系のものを食ったり飲んだりしてたんでね、最後ぐらいなんか飲みたいやつ飲ましてやろうと思ったんだけど、なんか飲みたいないな。メロンこの前飲んだし、うん、これにしてみよう。こんなのあったことすら今まで気づかなかったわ。紀州梅、うーん、こんなのあったんだね。飲んでみようと思います。もうすぐ日没です。帰って野球でも見るか。うめー。
はい、14日目終わりということなんですけど、今日はねもうここまで長くなっちゃってるんでさらっと終わりにしたいと思いますが、今日はね摂取カロリーが少ないですね。まあ冒頭でね絞るって言ってるんですけど、昨日ね結構食べちゃったんでこれでトントンかなと思います。今日は 51.8kg のランで消費カロリーが 3310kcal ですんでね、摂取カロリーが 3255kcal なんで、消費カロリーランニングだけでね上回ってしまってます。当然ランニング以外にも基礎代謝ありますんでね、これ以上消費カロリーはあります。なんで昨日食べ過ぎてるんでまあいいんですけど、こういう長い運動するんだったらもうちょっと食事を取らないとまずいですね。まあこれで月間トータルが 407.9km、 400km を超えてきました。まあ14日なんでね、もうちょっと早くこの数字は到達していたかったところですね。今現在のペースを維持した場合、7月の終わりの時点で 903.2km のペースとなっています。まああくまで目標はね、7月中に 1000km を達成することですんで、これから後半に向けてねガンガンペースを上げていけたらいいかなと思っています。対応体力ゲージはね、昨日の休息日を挟むことによって108まで回復してますんでね、煩悩の数まで回復しています。これからガンガン上げていけることでしょう。それじゃあ今日のたったのコーナー GO！はい、たったのコーナーなんですけど、今日走ったのは 51.8km ですね。それで7時間半ぐらいかかってますんで、時速に直すと 6.9km ペースですね。まあ遅いですけど、そんなに悪くないペースかなと思いますね。長い距離走っていますし、まあ雨に降られてもいましたんでね、そんなに悪くないペースかなと思います。ひどい時はね、もう 6.5km を切っちゃうぐらいですんでね、ペース。まあ、頑張ったなと思いますね。明日以降もね頑張っていきたいと思いますよ。それじゃあ今日は終わりー。